東京都知事候補新しい日本杉田武四十三歳法学部政治学科卒業インターユニバーシティにて学ぶ会社員講師監査員新しい日本代表幹事 では続いて杉田武しさんの政見放送ですこの度東京都知事選挙に立候補をいたしました杉田武しと申します先日の大震災による被災者の皆様関係者の皆様には心からお見舞いを申し上げますまた お亡くなななりにににられた方々に慎んで哀悼のの意を表します。このような時期に選挙をお願いしなくてはいけないということは誠に心苦しいことではありますが民主主義を掲げる国の国民の一人として皆様にはぜひ投票所へご足労をいただき選挙への参加をお願いしたいと存じます。 立候補に際しまず最初に申し上げることは震災後の復興・支援に全力を挙げて取り組まなくてはいけないということですすでに救援活動は始まっておりますがさらにできうることを最大限行ってまいりますこれは非常事態への対応です 財政の優先順位を組み替え、できる限りの早い回復を目指すことが、全人口の10分の1を抱え、被災した地域にお世話になってきた東京都の責務であると存じておりますさらに、災害が発生するたびに明らかになるのが、危機管理体制です。将来に備え 危機管理体制の総見直しを行います計画停電や間引き運転出荷停止の食品やあるいはもののない陳列棚災害への備え危機管理体制は本当に盤石であったのでしょうか今後二度と首都の機能が麻痺しないようにあらゆる手を尽くす必要があります 冷静な目で状況を分析すれば対応すべきことは山ほどありますオブラートに包まれた情報の断片からでは決して伝わっていない真実の姿それらをすべて検証し変えていくことが現職にはない私の強みでありますそして政策の核は一人一人の幸せです 日々の生活を大切にし、教育や福祉を中心に、社会に求められている分野への構造転換を着実に進めてまいります。箱物でもイベント物でもない、本当により多くの人の幸せとなって残ること、日々の生活を充実させることを主眼に、支援をしていきたいと存じております。 そのためにご提案をさせていただいておりますワンコインサポート制度です。これは大変に便利で優れた仕組みです。ワンコインサポート制度は社会全体のために重点的に強化をしたい分野で働く人に対し働きに応じたコインを支援することで労働力のシフトや重点政策へのインセンティブを与え効果的で 持続可能な政策実現を図っていきます多くの方がご存知のようにあ、失礼いたしました、そのために、えー、働く人の支援をしながらの豊かな社会への構造転換を実現していきます。景気の下支えを行いながら、着実に改革を進めることが可能です。 そして最後に、えー、掲示されたポスターの中のコンパス方位地震の写真は人体を蝕む強力な電磁波の実際の姿ですこれを発生させる装置が東京の街中に数十年来埋まっています私たちはこれをどのようにすべきなのでしょうか日本にこの東京の街に このような愚かで恥ずかしい装置はもういりません。すべてを明らかにし、廃棄すべきです。まずは公開の場で大いに議論をしていただきたいと存じます。外圧には決して頼らない日本人自身の問題の解決、自立と活力、私はこれを求めているのです。東京都の将来、日本の将来、 そして人類の未来は私たち一人一人の行動に託されています新しい日本杉田武さんの政見放送でした。